陸中海岸国立公園は岩手宮城両県にまたがる約150キロの自然公園です。国立公園シリーズ五石海岸。五石海岸は大船渡市の南五石岬にあります。海岸の長さ約3キロで、その間に五石八景があります。この浜辺の黒い小石を集めて伊達家の囲碁用に使ったところからこの名が起こったと言われます。昭和30年発行の国立公園シリーズ浄土ヶ浜。宮古湾に面する浄土ヶ浜は陸中海岸観光の中心です。白い石英素面岩の小さな半島が南東に突き出して、左手は波荒い外洋、右手は波静かな入江になっています。今からおよそ270年前、宮古の霊峡和尚がここを見た時、さながら浄土のようだと言ったので、浄土ヶ浜の名が生まれたと伝えられています。波静かな湾内はカキ、ホヤなどの養殖いかだが点々と浮かんでいます。水中から引き上げられる三陸特産のホヤ、独特の色と形のホヤは海のパイナップルとも言われています。その風味は三陸を訪れた人々の忘れることのできないものでしょう。国立公園シリーズ陸中海岸の北山崎海岸。岩手県田野畑村にある北山崎海岸は、この公園の中でも代表的な断崖絶壁の景観が6キロにわたって連なっています。高さ100メートル、200メートルのガガタル絶壁が海面から切り立ってそびえ、海のアルプスの名で呼ばれています。仏ヶ浦は下北半島の西側にあります。霊場恐れ山を背にする2キロにわたる海岸線です。この切手は44年に発行された国定公園シリーズの下北半島仏ヶ浦です。この奇怪な姿は凝灰岩の絶壁が風波に削られてできたものです。青函連絡船から身を投じた失意の人々の亡骸は、どんなに長引いてもきっとこの裏へ流れ着くと言われています。五百羅漢。如来の首。一つ仏。岩の名にもそうしたものが多いのです。陸奥湾を挟む津軽半島の龍飛崎では、青函トンネルの建設が進められていますが、
仏ヶ浦は依然として最果ての姿を保っています。